皆さんこんにちは。西本京子のうつほ物語講座132回目です。今日は藤原の末房の物語の5回目。末房は、正頼邸に、門人たちが、司会をしに行くということで、自分も、加わろうと思ったんですけれども、周囲の仲間たちが、末房を正頼邸に連れて行くまいというふうにして、いろいろと力ずくで引き止められてしまったわけですよね。それが前回ですけれども、でこのまま行けなくなってしまうのかなと思ったところ、以前末房に、装束をくれた忠藤がまたも助けてくれて、正頼邸に行くことができるようになったという、そういった場面を読んでまいります。それからサムネイルですね。サムネイルに使っている今日の画像は、貴族たちが御殿で居並んでいるシーンですね。もう少し拡大してみますと、こんな風になるんですけれども、より身分の高い人たちは、この部分ですね、この庇の間と呼ばれる部分にいます。そしてその外側がすのこなんですけれども、こちらは、身分が庇の間にいる人たちよりは低い人々ですね。こういった人たちが、すのこに並んでいまして、そして、こういうふうに下重ねの虚という、装束の部分を引きずって後ろに長く引いていたり、あるいは、スペースの都合でね、こんな風に高欄というか欄干にかけて、垂らしたりというような感じで、座っている様子ですね。でちなみに庇の間に、座っている人たちは、板敷きですからね、畳を1畳ずつ引いて座っているということになりますね。それからこのすのこに座っている人たちよりもさらに身分が低い人々、そういった人々はこのお庭の部分にいるということになります。でここにいるのは、この画像の中に入り込んでいるのは、学人たちですけどね、こういった学人とか、それから清涼殿に上がることを許されていない、ような6位とか7位とかっていうような官位の低い人たちは、このお庭の方にいるということになるわけですね。お庭の方に敷物を敷いて座っているということになります。はい、では、いつものように、資料は説明欄からダウンロードできますので、どうぞご利用ください。またこの講座で使用している本文は小学館新編日本古典文学全集のうつほ物語に依拠しております。はい、ではいつものように本文の読みから入りたいと思います。前回は、末房が行列に加わろうとしたところ、人々が、そんなみっともないなりで、正頼邸に行ったりしたら官学院の直れだというように、言って力ずくで引き止めようとしたけれども、末房も一歩も引かなかったという、そこで、揉め事になってしまって、歩みが、もう正頼邸に向かう、というような、企てがですね、もう中止になってしまいそうに、なるくらいの騒ぎとなっていたわけです。そこに忠藤がやってきたんですね。総統志士参りて、などか見歩みのまだしかりける。忠藤が参りつるを待たれつるか。衆の依頼さもあり、またこの唐へいでたちたもうにこと乱れて、試作の小雨ウニの重食いたらて歩みぬるは。総統志士、などか東栄の別当殿に、参りたもうらんからに歩みの山ん。東栄は宇治の院の学匠にあらずや。衣装うてなることはいわゆる大学のすなり。冠立たなわり
つるばみの絹、やれやれ崩れ、しとうずやれて、憔悴したる人の身の在あるを難学生という。これさこそいでたちもすれ。親ある人の身の在もなくて、豪家を頼み、宝を尽くして、下にくくりをしつつ華やぐ人は学生にあらず。さても、なぞのふんやわらわか物わずらいはする。はやいでたちたまわん。などて、当へ立ちたまえ、これなんまことの大学の巣、とて。おとど、礼より今日ある施策なるを、え、みすぐすまじく思うえつるを、いとせちなる歩みなり、とのたまいて、中島の釣り殿に、慶子ども渡りて整え、神立ちめ巫女たち、F 院島で月並み、博士門人、列引き手月並みぬ。相当に、臨時客のところより、お前ごとに机参り、河原家始まり橋下りて、主のおとど代いだしたもう。当院賜りて、八院の文作る。神立ちめ巫女たち、宮家の子作り賜り。作り果てて、お前に入れて踏み立てまつる。式部の城、工事して読みあぐ。もろずす。世に入りて、灯籠、孫とにかけ。灯台、まなく立て、追末、ともし渡しつ。はい、それでは、語句を確認しながら意味を取っていきましょう。東映を引き止めようということで、みんなが寄ってたかって、力づくで、揉み合っていたわけですね。そうしたところに、曹統志士、つまり忠党がやってきました。曹統志士参りてということで、この曹統志士というのは、この字を書きますね。129回にも、出てきた、語句です。でその時に、この字を当てて、漢学院の西蔵氏の党、つまり長官である、神事イコール文上昇という意味であろうということで、つまりは漢学院、西の寮の、寮長である、大学寮の学生という意味で、ただ党を指しているんだというふうに解釈しましたので、ここもそのように解釈していきたいと思います。で、この揉め事を見てただ党が、などか宮弓のまだしかりける、ただ党が参りつるを待たれつるかというふうに言ったわけですね。どうして、まだ出発していないのですか、私が、参るのを、待っていたのですかというふうに言いました。すると、主の依頼、つまりそこにいた門人たちは、答えて言います。さもあり、またこの塔へいでたちたもうにこと乱れて、と言ったわけですね。あなたを待っていたということもあるんですけれども、また、この塔へが、出発しようとするので、揉め事になってしまってというふうに言っているわけです。で、次の部分はよくわからないんですね。試作の小雨ウニの重く至らて歩みぬるはという、部分の、この小雨ウニの重く至らてというのは全く、どこで語句が聞ける、切れるのかすらわからない部分です。なので意味はよくわからないんですけれども、そんな風に揉め事になったので試作の歩みが止まってしまっていますというようなことを言っているんでしょうね。でそれを聞いて曹統志士忠党は、などか東映の別当殿に参りたもうらんからに歩みのやまんと言います。どうして東映が別当殿、これは漢学院別当である正頼の三条大宮邸のことですね。ですから東映が三条大宮邸に行こうとしたからといって、この試作の会の歩みが止まってしまうのですかというふうに言ったわけですね。で東映は宇治の院の学生にあらずやと、
宇治の院というのは藤原宇治の大学別荘である漢学院ということですね。ですから藤原氏の漢学院の学生ではありませんか、そうでしょっていうふうに言うわけです。だったら東映だって行く資格ありますよねって、問題ありませんよねという言い方ですね。でもしも彼の身なりが問題になっているというのだったらということで、衣装うてなることはいわゆる大学のすなりと言っているわけです。このうてというのもよく意味のわからない語句なんですけれども、新禅宗の統中が簡易では右を解とするところから2番目の意味に解したとしていますので、それに習っておきたいと思います。つまり左大臣と右大臣だと右大臣の方が解ですよね。そんな風なことで、そんな風な意味で衣装が二の次である、つまり一番は学問で、学問第一で身なりが二の次になっているというのはいわゆる大学のすなりと、それこそが大学寮の学章というものですというように自分の考えを展開します。で、冠畳縄り、この畳縄るというのは畳み重ねたように幾重にも折り重なるという意味合いなんですが、ここは冠がきちんとねピシッと立たないで、もうぐちゃぐちゃに潰れてしまっている様子なんでしょうね。それから鶴ばみの絹やれ崩れということで、鶴ばみというのはどんぐりのことです。でここはどんぐりで染めた濃いネズミ色の絹のことを言っています。でこれは紅花とか紫草とかで染める赤とかそれから紫とかというような装束と比べると格段に安い染料で染めている衣ということになるわけですね。ですから粗末な衣が破れてボロボロになって、それから糸図というのは足袋のようなものですけれども、でも足先が割れていませんので、まあ、形としては靴下状、そういった、まあ、足帯を着用するときに足に履くものですね。それも破れてしまっていると。そして、もう勉強に、疲れてしまって、憔悴しているげっそりとするまで、勉強して、身の座へあると、学問を身につけている。そういった人をこそ学生と言うんだと、大学寮の学生と言うんだと、だからこれさこそいでたちもすれと、だからこの人のような人こそがこういった試作の行列に混じって出発するべきですよと、試作に参加するべきなんですよというふうに言っているわけですね。でこちらが鶴ばみ色ということになります。まあ、こういう色ですね、まあ、地味な色合いですし汚れも目立たないということもあったのかもしれません。はい、そしてこちらが、まあ、左側が苦行の夏束帯という、まあ、夏の装束なんですけれども、ここの部分が糸図、つまりは靴下ということになっているわけですね。アップにするとこんな感じで、絵で描くとこうなります。足先は割れていません。でちなみに靴はこういった靴を履いていたわけですね。これは長い距離はちょっと歩くのが辛そうな、まあ、靴ですよね。はい、それでは続きを読みましょう。で、まあ東映のように、もう身なりにも構わず、一生懸命学問をして、学問を身につけた人こそが試作などに行くべきだと言った後に続けて、親ある人の身の座へもなくて豪家を頼み宝を尽くしてという、親がちゃんといる人で、でも、学問なんかは身につけていなくて、それなのに豪家というのは名家だったり名門だったり検問だったりというふうな、意味合いですね。ですから家が、まあ、裕福だったりするそういった家の名声とか権勢とかを頼みにして、で財力なんかもあるから宝を
たくさん使って費やして下に潜りをしつつ華やぐ人というので、これは東映とは対照的な人という意味合いですね。下に潜りをしつつ、あ、くくりですね、くくりをしつつというのはやっぱり、まあ辞書で語句の意味を引いてもしっくりするものがないんですけれども、こちらは原田義興さんという人の宇津穂物語で、脚中部分で裏面で先行工作をしてということで、つまりは、まあ、裏取引をして、まあお金などをね、賄賂などを渡したりすることで華やぐ、つまりはもてはやされているような人、そんな人は学生にあらずと、学生ではないんですと。ですから、さても謎の糞やわらわか物煩いはするということで、この糞やわらわというのは、糞やは学問をするところという意味合いでなんですけれども、ここでは大学寮を指しているわけですね。で、その学問をするところのわらわということですから、これは大学寮で学んでいる学生たちということになります。ですから、大学寮で学ぶ学生を糞やわらわと言ったわけですね。だから、一体どこの、まあ、大学寮の学生が、そんな、ことで、揉めているのですかというふうに、呆れるように言っているわけですね。何の問題もないじゃないですかというふうに言って、そして早いでたちたまわんと、さあ早く出発なさいというふうに一行を、急かしながら、一方で東映立ちたまえと、まあ、東映に声をかけているわけですね。これなん誠の大学の巣と、この人こそが真の大学寮の学長だというふうに言って、もう東映に一緒に行きましょうというように促してくれたわけです。はい、では続きを読みます。で、場面が変わりますね。ここは三条大宮邸です。で、一行が大学寮からのというか関学院からの一行が正頼邸に着いたわけですね。そして、まあ、宮中の施策が中止になってしまったので、門人たちがこちらに参りましたという知らせを聞いて、正頼が礼より今日ある施策なるを、みすぐすまじく思えつるを、いとせちなる歩みなりというふうに言ったわけです。これはいつもよりも教師深い面白いものになりそうな施策だったから、みすぐすまじくと、これは中止になってしまうのをそのまま見過ごすことはできまいというふうに思っていたところ、ちょうどよく来てくれたなんて大変結構だというような意味合いのことを言っています。で、この世知なりというのは考えや教師を覚える様のことを言いますので、ですからちょうどよくやってきてくれて大変嬉しいと、結構だというふうに言っているわけですね。で、こんなふうにおっしゃって、そして、中島の釣り殿に警視ども渡りて整えと、この三条大宮邸の音戸町には釣り殿があったわけですけれども、通常の釣り殿は、まあ、神殿とか鯛の屋から、まあ、池に張り出しているわけなんですが、正頼邸の場合には、この釣り殿が中島池に、作られた中島から、池に張り出す形で作られているんだというようなことが第117回に書かれていたわけですね。で、その中島を試作の会の会場にしようということで、警視ども正頼邸の家来たちがこの中島の釣り殿に渡って会場を整えるわけです。そして整ったら、今度は神立ち目巫女たち F 印字まで月並みということで、この印字というのは管学院の職員たちのことを、まあ、
第129回で指していましたので、この一連の物語の中ですからね、スエフサ物語の中ですから、この印字というのは、おそらく官学院の職員たちも、まあ、ここにいると、この場にいるということになるんだろうなというふうに、考えてみました。なのでいつも正頼邸に出入りしている神立ち目上級の貴族やそれから親王たちやそれから左大将ですからね、近衛府などの人たちだけではなくて官学院の職員なども席に、まあ、ついて並んでいるわけですね。それから博士門人列引き手月並みぬということで、博士や門人たちもずらりと行列を作ってやってきて着席して並んだということになります。そして早当に臨時の客のところよりお前ごとに机参りと言うんですが、この相当というのはやはりわからない語句ですね。わからないけれども臨時の客というのはおそらく、まあ、左大将邸で臨時のお客さんがあった時などに対応することになっている役所のことだろうと思われますので、そういった臨時の客人たちの対応をする、まあ、部署から役所から、お前ごとに、お客様一人一人ごとに、ご馳走を並べたりするための、あとこれ後から監視を作るわけですからね、まあ、机が、置かれたわけですね。そして河原家始まり橋下り手ということで、まあ、お酒を飲むことが始まって、それからお食事にも、まあ、手をつけ始めたと、そんな頃に主の音頭、つまり正頼が台いだし多聞、司会の、台を、出題するわけですね。正頼自らが、詩の、台を作って、出すということになります。で今回の司会は単韻を賜りて八韻の詩作るというようなことになっていたみたいですね。でこの単韻というのは司会で列席者が韻にする文字を、まあ、出題して、つまりはここで、正頼が題を出したというその部分ですね。そして各自がくじ引きで紙片に書かれた印字を1枚ずつ探り取って、その印で漢詩を作ることを単印と言います。 ですから正頼が印にする字をいくつも出して、その字が書かれた紙が袋か何かに入れられてね、でみんながそのくじを引いて自分に当たった印字を使った漢詩を作ると。ただ、家からね、用意してきて詩を作るのではなくって、その場で出題されてその場で作らなくてはならないというようなことになりますね。そして八韻の詩というのは八連十六句の漢詩のことを言います。ですから、まあ、割と長い形式の漢詩ということになりますね。で、神立ち目や巫女たち、宮家の子作り玉入りということで、まあ、官学院の門人たちだけではなくて、大学寮の、学生たちだけではなくて、この、場にいる、上流貴族たちとか親王たちとか、それから宮というのが、宮って親王のことですよねっていうふうに思ってしまうんですが、これは、その下に家の子とありますので、宮の子の間違いかもしれませんねなどと、まあ、考えられているんですけれども、まあ、ここは、よくわからないので、まあ、現代語訳からは、抜かしておきたいと思います。なので、上流貴族たちや、親王たちや、それから家の子というのは両家の子弟たちということで、まあ、この場にいる、上流貴族や親王たちの子供たちなんかもついてきているというようなことなんでしょうかね。また正頼邸の子供たちということもあるでしょう。そういった人たちも、みんな漢詩を作ったわけですね。
そして作り果ててお前に入れてし立てまつるということで、漢詩が作り終わったら、まあ、誰かが集めて代表になって、そして詩を、まあ、主の席近くの方に献上するということになるんでしょう。まあ、受け取るのは次に出てくる工事の人かもしれませんね。で、工事には式部の城がなっています。式部の城というのは式部省の第三等官ですね。で、まあ、式部省というのは大学寮を管轄しているお役所、大学寮も管轄しているお役所です。で、門官が、門官ですのでね、文官ですので、大学寮出身の、役人も、この式部省には多いわけなんです。なので、まあ、この、式部の城が、まあ、孔子になっているということなんじゃないかと思います。で、この式部の城というのは大体が、割と出世コースだったりするんですね。で、この人が、孔子、この孔子というのは詩会や歌会で詩歌を読み上げて披露する人ということになります。なので読み上げているわけですね。提出された、漢詩を一つ一つ、誰々さんの作品ですというふうに言ってから、読み上げると、それについて、もろずすというのはその場にいた人々も、一斉に、それを、まあ、朗唱するというようなことになります。で、こんな風にして夜になるわけですね。で、夜に入りて、暗くなってきたので灯籠まごとにかけ、これは間というのは柱と柱の間ということになります。柱と柱の間ごとに、灯籠を、引っ掛けてね。それから、灯台間なく立てということで、灯台も、隙間なくって言っても、まあ、もう本当に隙間がないわけではなくて、まあ、たくさん立ててというようなことになるんでしょうね。それから、対末、これは、松明のことですけれども、こういった松明も、立てている。これはお庭の方に立てるということになるんでしょうね。こんな感じで、まあ、明かりを、灯し続けるというのは大変、まあ、お金がかかることなんですけれどもね。でも、惜しみなくこうこうと、明かりを、つけて司会が、夜も行われていると、夜に入っても続いているということになります。はい。で、こちらが神殿造りの、お屋敷とそれから、お庭の絵なんですけれども、通常ですと、例えば、釣り殿というのは、こんな風に、この場合は綿殿から出てますね、まあ、こんな風に、池に張り出しているものなんですけれども、でも、正頼邸の場合にはこの中島に、釣り殿があって、まあ、中島から池に、こう張り出しているということになるわけですね。はい。それからこちらは灯台です。油皿に油を入れて、火を灯すということになります。で、ついでにお話しておきますと、ここに柱があってここに柱がありますから、ここの間に、まあ、例えばですけれど、例えて言えばですけれども、灯籠をかけるということ、ここにも灯籠をかけるというようなことになるわけですね。で、庭先には松明が、たくさん、並べられているというようなことになります。はい。では、注釈に移りましょう。まず、貴殿堂、大学寮の中でも貴殿堂の学生はどんなふうに、まあ、進学していくのかというようなことを確認しておきたいと思います。これ大学寮というのはいろいろと変遷があるんですけれども、平安時代になりますと大学寮には明行堂と、明坊堂ですね、それから貴殿堂、それから三堂、この4つの科目がありました。そしてこの4つで指導とも言われたわけですね。このうち明行堂というのは本科です。
で、儒教の教学、経学を学ぶ、そういった科なんですね。で、いわば一般家庭で、学生たちはすべてまずこの科に属して儒教の、教典を学んでいくというようなことになります。儒教の主要な、書物を読んでいって律令漢字に必要な儒教思想をまず身につけると、これは学生全員が、一般教養というか、基礎課程というか、そういった意味合いで、やらなくてはいけない学びだったわけですね。そして残る3つ、妙行堂以外の3つはいわば専門家庭へということになります。 ですから、妙行堂が終わると、次に例えば妙法堂に、妙法堂に続いたら、法律を学びます。それから紀伝堂に進んだら、中国の詩書や詩文を学ぶことになります。また三道では三術を学ぶということになりました。で、なお平安時代に入ると特にこの紀伝堂がすごく人気になったんですね。平安初期に寛風桜花ということで、漢詩文が非常に、流盛した時代がありましたので、それに伴って漢詩文を学ぶ紀伝堂の人気も非常に高まったために、この紀伝堂は文浄堂というふうにも俗称されたということになります。ですから文浄堂と紀伝堂が一緒くたになって使われがちなので混乱してしまうんですけれども、この大学寮の正規の学科としては文浄堂という学科はないんですね。紀伝堂が俗称として、文浄堂と言われているということになります。そして文浄堂の中では、詩文だけではなくて詩書を学ぶというようなこともなされていたことになるわけですね。で、この詩作の会、詩譜の会に召される、召し出されるのはこの紀伝堂の学生たち、文浄堂の学生たちということになります。で、彼らはまず良師と呼ばれる試験を受けて、義文浄賞ですから、文浄賞になる前の段階の学生として大学寮に入学します。そして一般家庭としての妙行堂を学ぶわけですね。それからある程度学習が進んで、儒教の、素養が身につくと、尚士という試験を受験します。で、この尚士に合格すると、いよいよ専門家庭で紀伝堂、つまりは文浄堂を学ぶということになってきます。で、この文浄書、この尚士に、合格した人は、紀伝堂、文浄堂を、学ぶということで文浄賞になるんですけれども、この文浄賞のことを神事とも言うわけですね。そして神事として7年間学んだ後に、管理東洋試験の最高段階、最終段階である対策という試験を受けます。これは法略試とも言われるものなんですけれども、で、これを受けられるのは文浄賞として7年間学んだ後ということになるわけですね。で、この受験資格を得て、で、この対策に合格すると司祭というようなものになるということになるわけです。もちろんこの司祭の試験には簡単に受かることはできなくて、何回も何回も受けるというようなことにもなるわけですけれども、少なくとも通常でしたら文浄賞として7年間みっちり学んだ後にこの対策の試験を受けて合格して司祭となるという道筋なわけですね。だけれども、うつほ物語の清原の年影は、この「うつほ物語」最初の巻と
年影の巻の冒頭で、特例的にあんまり賢いので神事になった翌年にこの対策の試験を受けているんですね。そして合格して、その時合格したのは年影だけだったので、年影だけが司祭になると同時に、しかも式部の女、先ほども出てきましたけれども、これ出世コースの一つだというふうにお話ししましたが、この式部の女に任じられているというようなことになります。ですからかなりこれ長いこと大学寮で学んで、そして司祭にまで至るというようなことになるわけですね。だけれどもこの司祭の試験も成績によってランク付けがありまして、成績のいい人は良い、将来が開けますしね、そこそこな人はその学力に応じた試験結果に応じた官職に就くというようなことになります。はい、では次に、多田等の学生論、学生論について、少しお話ししてみましょう。一時はどうなるかと危ぶまれた末房の三条大宮邸行きでしたが、またしも藤原の多田等に助けられました。最初に助けられた時は、これは、自分の古着ではあるけれども、ギリギリ公の場に出ることができるくらいの装束を末房に与えてくれたわけですね。で、この多田等は末房をかばう中でこんなことを言っていました。親の七光で要領よく世渡りしていくものを批判して、そして一心不乱に学問に励んできた東映こそが司会に出席するにふさわしい真の学生だというふうに言い切ってくれたわけです。で、この多田等本人についてなんですけれども、ここから先お話しするのは、この後々これから読んでいく末房物語の、その後の、お話なども踏まえて踏まえてお話しするわけなんですが、この時の多田等というのは、相当師事、神事ですから、文上昇なわけですね。でまだ司祭にはなっていないわけです。で、大学寮出身の優秀な、歴史上の、官人は、義文上昇から、文上昇になるまでに大体6年から8年ぐらい要しているみたいなんですね。例えばこちらですが、一条天皇の侍読を務めた大江の正平という人は8年間、かかって、義文上昇から文上昇に上がっています。また、弁官を歴任して、弁官というのは文章を扱う、文官の、一つですけれども、重要な、部署ですね。そこを歴任して左大臣にまで至った藤原の有平という人は、この義文上昇から文上昇になるまで6年かかっているわけです。これは優秀な人たちですからね、歴史に残っている人たちですから、通常ですともっとかかるんでしょうね。ただ多田等は先ほど相当神事というふうにありましたので、寮長ということで結構優秀だったのかなと、だから寮長なのかなというふうに考えますと、彼もそんなに、合格までに、たくさんの年月を費やしているとは、考えなくていいのではないかなと思いますので、そして大学寮の入学はだいたい寮の規定では13歳から16歳ということになっていますので、仮に多田等が15歳で入学したとして、10年かかって文上昇になったというようなことだったとしても、多田等はせいぜい20代半ばぐらいの年齢ということになります。そして末房は後々の物語で何回か年齢が出てくるんですけれども、一定していないんですね。
31歳とか35歳とか、あるいは38歳ぐらいなのかなというような記述が見られるわけです。ただで一定してないから決められないんですけれども、ただ30を超えていることは間違いなさそうなんですね。ということは SF 社よりは結構年下なのではないかなというふうに考えられます。まあ、こうした人が多打倒なわけですね。そして、まあ、この大学寮というのは、大学寮で学問を修めて文上生になりましたと、司祭になりましたというように進んでも、誰もがすぐに良い官職につけるというわけではないわけですね。検問出身だというだけで勉強もしないで遊びほうけている、若い人たちが次々と、出世していって、そして、差したる富や後ろ盾がない人たちは、自分たちの頭越しに、出世していく、者たちを、見送って取り残されるばかりというような、状態である。それが平安中期の実情だったということになります。で、多打倒はどちらに入るかというと、もともとね、多打倒がくれた古着と、末草にくれた古着というのも、まあ、ボロなものだったわけですからね。多打倒もまた、あんまり裕福ではないわけです。ですから、将来の出世はおぼつかないような、境遇の中で一生懸命勉強しながらそれでも頑張るんだというふうに、まあ、頑張っているのが多打倒なわけですね。ですから末草は、まあ、いじめられていたわけですけれども、多打倒だって、まあ、賄賂とかを送りながら、親の七光とかあるいは、まあ、お金の力とかで、勉強もしないで学問も身についていないくせに良い官職についていく後輩たちを苦々しい思いで見送るような日々というのを見ながら大学寮で学び続けてきたということになるわけです。なので多打倒の学生論というのは、まあ、あくまでも末草を擁護するために言った言葉ではあるんですけれども、それはそのまま多打倒自身が大学寮で10年なりの長い期間学んでいる間に見てきた状況に対して常々抱いていた不満が思わず出てきたもの、そういったものでもあったというふうに考えられると思います。はい、それでは、今日の動画は以上となります。ご覧いただきありがとうございました。なお、4月からは、月曜日に配信曜日が変わります。で、3日ですと、ちょっと、時間が、限られてしまいますのでね。そして、ちょうど年度末、年度始めは、非常に、大学関係も、忙しいものですから、一回お休みというか、まあ、半ばお休みですか、来週の月曜日は飛ばして、再来週の、月曜日に、まあ、また配信させていただきたいと思います。次回の場面は、三条大宮邸の試作に出席したものの、講師が末草の詩を取り隠してしまって読み上げてくれないという、そういった部分を読んでいくことになります。それではまた。